クリスマスイブの夕暮れ、ウィンディアは街で凍えて泣いている女の子。私もこっちじゃないかと思ってたところよ。
Thank you.
おじいさんを助ける方法がまだ残っているわ。どういうこと？願いの温泉を集めて私たちの願いを叶えてもらうのよ。おじいさんを生き返らせてって。じゃあおじいちゃんは。まだ望みはある。さあみんな急ぎましょう。
行くわよ。プンプンする。ここだわ。この宮殿に最後の音符がある。そして奴の術かしら。変な空間。向こうで大きなチェスの駒がひしめいてるよ。サタンクローズの趣味の世界ってわけね。混乱しないように気をつけるのよ。任せて。こういう狂った世界嫌いじゃないよ。ここまで来ちゃったのか。とうとう追い詰めたわ。さあ観念するんだね。なんでそうやってオイラを責めるのさ。あの時だってそうだ。魔法でちょっといたずらしてただけなのに、なのにディオールのやつに魔界に飛ばされた。
数十年も暗く恐ろしいとこで暮らす羽目になったで。仕返しして何が悪い。オイラはただ遊んでただけだったんだ。それはあなたが受けた罰でしょ。あなたのことおじい様から聞いたことがあるわ。人の命をもて遊ぶことを遊びとは言わないわよ。そんな、それじゃおじいちゃんは逆恨みで殺されたの。生意気なお嬢ちゃんたちだ。おじさんがまた遊んであげるよ。ここまで始まった。この力の源はサタンクローズの恨みだわ。なんて深くて強い恨みなの。カークンの城。自分の罠にかかるなんて。命があるだけ感謝するんだね。助けこれで全部集まったわ。私の全自分の罠かも。カミーラ・オール。迷える者たち、願いを唱えるがよい。お願いします。おじいちゃんを生き返らせてください。おじいちゃんを、お願いです。おじい様をどうかお願いします。よろしい、空からの願い確かに聞き入れた。何か眠ってしまったのか。それにしても冷えるな。誰かおらぬか。よかったですわ、おじい様が生き返って。一時はどうなるかと思ったよ。お前たちのおかげじゃ。本当にありがとう。どれ、今夜はクリスマスじゃ。お礼にわしが何でも願いを叶えてやろう。遠慮せず行ってみなさい。やったー。
ら、どうしましょう。私、セクシーな大人の服が欲しい。私は一度エステというものに行ってみたいです。お安いご用じゃ。キャスパーたちは服の仕立て屋に来ていた。キャスパーは大人びた服を注文したが、サイズ的になかなか厳しい注文だったようだ。まだキャスパーには早かったよね。やだ、ロンドリーみたいなセクシーな服が着たい。だってまだ胸が、いや、初エクセス。御用達のエステルームで屋上の美容マッサージを受けていた。もう素敵。ありがとう。気持ちよすぎて顔が緩んでしまいます。どんどん美しくなってみせますわよ。そして私は年間呼ばわりする人たちを見返してやるんですか。島に見られる原因なのよ。もう見てらっしゃい。